Да? Андрей, ну, я не понимаю, но я не могу сказать. Мочено, ご質問よくわかりますけれども、今どの作家か、どの人物のポートリックもしかしたら全然無名の人かもしれないし、すいません、また後ほど失礼しました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、お客様、もう大変ですね。もっともっと聞きたいのですが、終了の時間となりました。そしてですね、デジタルアンケートの方にお答えいただけましたら、プロデューサーさん、この滞在期間の間に皆様の質問に答えていただけるということですので、それを後ほど皆様にどこかでお知らせできるようにはいたします。ですので、今日ですね、あといくつかこちらの、スマホの方にも、ご質問いただいて、いただいてるんですが、ちょっとお時間ないのでお答えできないんですけれども、必ずお答えをして返すようにいたしますので、皆さんどんどんですね、ご質問ご感想をください。そして今回ですね、大変申し訳ないんですが、監督が本当はご来日いただく、つもりではあったんですが、ちょっとご都合によって来られなくなってしまって、皆様からの意見をものすごく聞きたいということで、日本の観客の皆様からご感想やご質問をいただけるのが本当に、それを楽しみにロシアで待ってますということを、おっしゃっておりますので、どうか皆様デジタルアンケートの方にご協力をいただきまして、たくさんの感想ご意見、どんなことでも構いませんのでいただけましたらと思います。それで少しだけですね、プロデューサーさん残っていただきますので、この会場を一旦皆様出ていただきまして、お外のホワイエの方でぜひパンフレットを、500円でございますのでご購入いただきまして、ぜひプロデューサーさんのサインなどをいただいて、記念に残して帰っていただけたらと思います。それでは、今日、クロイガルスプロデューサーリュドミラ・レオンチェーバさん、ありがとうございました。そして、通訳ドミトリー・トカチェンコさんでした。ありがとうございました。皆様大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。そうしましたら、お客様、ロシア映画祭本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。明日から、今日から始まりまして18日までいろいろな会場でロシア映画祭開催いたしております。実はもう満席になっているお日にちが、実は今日もですね、キャンセルがすごい出るので、もしかしましたらですね、皆さんお越しいただければ、上映見れるという会もございます。そしてすいません、スケジュールの方でご質問いただいておりますが、その会場の時間とそれから上映時間によって、何時になるかというのがちょっとですね、私たちの方で、Q&A がどう何時何分から始まりますということの明確なお答えができないことを、大変申し訳なく思いますが、大体20分から30分 Q&A には時間を取っております。でその、上映時間に関しましてはですね、皆さんの、ウェブにも掲載してあります、チラシの方に全部上映時間書いてあります。そして、チラシに書いてある時間は会場時間でございまして、その30分後が開演上映時間となっております。ご質問をいただいておりましたので、今この場で、その件に関してだけはお答えさせていただきました。皆さん本日どうもありがとうございました。どうぞお忘れ物のないようにお気をつけてお帰りくださいませ。また明日以降もぜひ皆様のご来場をお待ち申し上げております。ありがとうございました。